テミー二百七十六号機外観はベースとなった定位七十六から七百九十八型とほぼ同一テミー二百九十五号機二千六年スイス国鉄テミー型機関車はスイスのスイス連邦鉄道で使用される入れ替え用電気ディーゼル兼用機関車であるスイスの国鉄では九百十九年のベルン・トゥーン間から交流十五 k v 十六に 3ルツでの電化が本格的に始まり、1920年代には主要幹線について急速に電化が進み、主要駅における入れ替え用の機関車についても、駅や操車場構内の電化の進展に伴い、1920から30年代以降入れ替え用の機関車にも電気機関車が導入され始め、入れ替え用の電気機関車である E3、4型や E3、3型と、 並行して、より小型で、機関士ではなく入れ替え要員が、運転操作をする、入れ替え用トラクターに分類される低型、低位型、低位型機関車が導入されていた。入れ替え用トラクターでは、他のスイス機関車と異なり、I 2、II、II、i 等の分類は、形式別ではなく定格出力の分類に使用され、電気機関車では低型は 90kW 級。 定位型は120から1 4 0ット級、定位型は2 5 0ット級の3機種が用意されていた。一方、経済性の面からは、入れ替え作業量の大きい場合には、電気トラクターの方が有利であるとされていたが、電格間と非電格間が混在した、入れ替え作業量の多い駅では、電気とディーゼル機関のハイブリッド方式が最も、経済的に有利であるとの考えから、 低型をベースに非電化区間では、電気式ディーゼル機関車として使用できるようディーゼル、発電機を搭載して、電気、ディーゼル兼用機関車とした手ミが1950から57年に25機が導入されていた。その後1960年代半ば以降、入れ替え用電気トラクターにはより近代的な定位139から179系及び、 低い61から97型が導入されるようになり、電気、ディーゼル兼用トラクターとしては、低い61から97型をベースに、ディーゼル発電機を再マイナスしたテミリ型が導入されることとなった。本形式は、基本構造は、低い61から97型と同一のまま、車体、機械部分は都市趣味でおよび、SLM、電気部分、主電動機は、 魔法、手機は、サウアーがそれぞれ製造を担当し、電化区間では、低圧タップ切り替え制御、非電化区間では、電気式ディーゼル機関車として、最大圏引力 33KN を発揮する、小型機であり、1967年の1月13日から11月16日の、間に276から298号機の25機が、導入されている。製造年。 基盤、製造所は以下の通りである。ありがとうございます。